はいどうも、バー&カフェワイ店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はいつもと違う格好になってます。で、厨房からということで、今日は仕込みシリーズトマトソース作っていきたいと思います。で、今うちのお店もですね、佐賀県からの、営業自粛要請が出てまして、夜の営業はお休みしている状態で、今お昼のテイクアウトのみで営業しております。以前もご紹介したウインナーとかですね、あとローストビーフ丼なんかも出してるんですけれども、うちの自家製ピザで使ってるトマトソースですね、こちらを作っていきたいと思います。今回はお店の仕込みなので、ちょっと量は大量に作る形にはなるんですけれども、材料自体はスーパーでも手に入りやすいものなので、ご家庭で作ってみてですね、分量はちょっと調節していただいて、で、余ったら冷凍保存も効きますので、ピザ以外でもパスタだったりとか、あとトマトの煮込み料理とかですね、結構いろんなアレンジは効くと思いますので、ぜひ作ってみてください。では早速作っていきたいと思います。はい、ではまず材料紹介ですね。まずこちらのメインのトマト缶、うちではイタリア産のサンマルツァーノっていう品種のホールトマトを使ってます。結構トマトソースなんかではよく使われるものだと思うんですけれども、特徴としてはですね、ゼリ分とあと水分が少なくて、加熱すると旨味がすごく強く出る品種ですね。こちら以外でも普通のカットトマトとか、あとフレッシュのトマトを使うとまた違った味わいになりますけれども、うちでは今とりあえずこれを使ってます。で、あとニンニク、こちら国産のニンニクですね。香りがすごくいいものです。で、あと玉ねぎが半分、今時期的に新玉ねぎが出回ってるんで新玉を使います。で、あとオリーブオイルですね。もう至ってシンプルな材料になっております。ではまず玉ねぎとニンニクをみじん切りにしていきます。ニンニクは皮をむいて芯を取り除きます。そうしましたら鍋、今日は寸胴を使いますけれども、寸胴に先ほどのニンニクとオリーブオイルですね、結構多めに入れます。で、これで火にかけていきます。で、ニンニクは、冷たい状態の鍋にオリーブオイルを入れてから火にかけてください。で、ゆっくりと弱火で香りを引き出していきます。ふつふつと沸いてきましたね。今これニンニクの香りをオイルに移している状態ですね。で、このまましばらく香りを引き出していきます。ちょっと色づいてきたんで玉ねぎを入れます。軽く塩を振ります。塩を振ることで玉ねぎからですね、水分が
剥けやすくなって、で、旨味が凝縮されるので。このまま焦げないようにしばらく炒めていきます。で、ある程度炒まったのでポルトモトをもう丸ごと入れていきます。で、ここから沸くまで強火にします。で、トマトはヘラで潰しながら煮込んでいく感じですね。で、ソースにローリエ加えていきます。で、ローリエも一回ちょっと火で炙ってあげるとですね、香りがより引き立つので、まあ、2枚ぐらいですかね。で、これでトマトを潰しながら、あとはひたすら煮込んでいきます。だいぶふつふつと沸いてきたの で弱火に落としてですね、であとはじっくり時間をかけて煮込んでいきます。で、こういうちょっとこびりついた部分もですね、ヘラなんかでこそげ取ってあげてください。ここが旨味の詰まった部分になってますので。で、基本的には放置で大丈夫です。焦げつかないように、ほんとたまにちょっとそこの部分をですね混ぜ合わせてあげれば。結構煮詰まってきましたね。もう鍋底が細くて見えるぐらいになってきたので。で、そしたら一旦火を止めます。これで大体1時間ぐらいですかね。結構煮詰めてます。で、煮詰め具合はもうお好みで調整していただいて大丈夫です。そしたら、うちの場合は最後にこちらのハンドブレンダーを使ってですね、で、全体を混ぜ合わせていきます。で、こんな感じである程度滑らかになったら完成です。あとはこのまんま、粗熱を取っていきます。で、これ最後ブレンダーで仕上げましたけども、もうちょっと滑らかにしたいんでしたら、まあ、こし器なんかでこせば もっと滑らかなトマトソースになりますし、逆にもう何もこさないでですね、トマトの果肉感が残ったまんまのトマトソースっていうのも、それはそれで美味しいと思います。では粗熱も取れたんでですね、バットに移していきます。あとはフリーザーパックに小分けして、で、冷凍保存していきます。こんな感じでトマトソースの完成です。はい、
動画ご視聴いただきありがとうございました。今回のポイントは煮詰め具合、水分の飛ばし方ですね。サマルツァーノ臭自体がだし剤としても使われるぐらい旨味の強いトマトなんで、それを水分を飛ばすことによってしっかりと味の濃縮された旨味の強いトマトソースに仕上がります。で、今回は業務用なんで結構量も多かったんでですね、1時間ちょっとぐらい煮詰めましたけれども、まあ、ご家庭で作る場合だったらもうちょっと分量少なくて済むと思いますので、時間も早く簡単にできると思います。で、うちのトマトソースはこの時点で味付けを全くしてないんですよ。塩とか胡椒も入れたりしてないんで、で、まあ、調理するとき、まあ、ピザだったりとかパスタとかですね、料理するときに、まあ、調味料を加えて味を整えて完成させるっていう形にしてます。まあ、あんまり味付けをしてない方が広く万能に使えると思いますので、まあ、その辺もお好みで作ってみてください。今夜の営業やってなくて昼間のテイクアウト、まあ、フードメインになってしまってるんで、必然的にちょっとですね、料理系の動画が最近ちょっと増えてきてはいるんですけれども、カクテルの方もぼちぼち上げていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。